なんか眠すぎて帰ってきたんだけど、眠すぎて今意識がいってましたね。ちょっとよいしょー、疲れたってことで、今日はあやとり公演でした。来てくださった方、配信で見てくださった方、本当にありがとうございます。眠い、なんか眠い。いやー、なんかね、めちゃくちゃ緊張しちゃって、全然なんか納得いかなかったけど、まあまあまあって感じよね。今日は最善で見れて感動しました。あら、本当にありがとう。そう、やっぱ私とあやねちゃんのファンの方しか多分いないから、すごい素敵な空間でした。ね、なんかゲストもなんか複雑だよね。なんでだろうって感じだったけど、私もゲストで出たかったけど、まあ帰ってきました。全然歌えなかったの、なんか体力なさすぎて、リハでほぼやったの。2曲くらいやらなかったくらいかな。違うね、一曲以外全部やって、もうリハで使い切っちゃったなって思って、めっちゃなんか坂上がりとルートは本当に歌えなくて、サビめっちゃ気になった自分の声。うん、あやねちゃんも飛んでたけど、私も普通に歌詞飛んでたし、立ち位置もなんかごちゃったしっていう感じだけど、どうだったんだろう。まあしんどかったのは置いといて、トータル的にっていうか、なんか歌うまくなってたなとか、この歌良かったなとかありますか？この歌のこの部分良かったとか。でもあっという間だった、めちゃくちゃあっという間でした。本当？うわー、寝ちゃいそう。あ、虫歯はね、めっちゃ練習したお風呂で、絶対低い方がいいって思ったから。嘘、訪れてる、分かった、エアポッツかな。そう、虫歯は結構なんだろう、低い声で歌おうと思って意識したかも。なった。
張した。いや半年ぶりってあんま良くない。なんか月1とかやるんだったらなんかいいけどね。半年ぶりはちょっと緊張したかな。なんか緊張してめちゃくちゃ眠くなってきた。まあでも半年ぶりに比べてどうでした？全然違った？成功到底の入りはねリハでできたんだけどな。次は成功到底みたいになっちゃったね。でできたんだけどね。なんかやっぱ一人でステージ立つのとか緊張しちゃうね。どうしても自分にメイクじゃん。表現力上がってる。本当それなら良かったんだけど、まあ良くなってるなら良かったけど、本調子っていうか、ま、出来は良くなかったかな自分的にはね。もうあやねちゃん助けられためちゃくちゃ。まあ、踊りはね、踊りはなんとかなったよ。歌よね、歌。やっぱかっこいい系の曲の表情めっちゃ良かった。うん、ジタバタめちゃくちゃ好きなんだよね。このかっこいい系の曲はすごい表現しやすいんだけど、可愛い系逆にね恥ずかしがったりしちゃうから。ボイトレ受けないと練習では無理。もういつもだよそれだって言ってくるの。じゃああなたはどうなんですかって聞くわ。分かってるしそんなこと。スカヒラね、やっぱポニッシュスカヒラはエモい。カラコン入れてた。毛玉を取った。入れてたし、まつげ結構綺麗じゃない。カラコンとあとライトで目が疲れてる。でも今日めっちゃ寝れそう。うん、まあまあまあ100点まではいかないけど、やりきってもないけど、まあ、歌だね。緊張しすぎた。緊張しすぎた。うん、でも普通に楽しかったよ。緊張はしたけどね、緊張が勝ってたけど今日は。ミップピアットマークユナ大好き。
タワーありがとう、みぷぴちゃん今日もありがとう、来てくれてありがとう。やった、逆に何が良かったかな、自分的に。でもジタバタとか割と歌えた気がする。でもあんまりなんか自分の声聞こえなくなっちゃうの、ステージ立つと。だから分かんなかったけど、みんなは何が好きでした？うわ、眠たい。青空ね。虫バレすぎて瞬きするの。嘘、マジ歌詞飛んだの、焦った。なんで飛んだんだろう。ジタバタね、私もジタバタ。あ、揺れてる。長いよ。まだ揺れてる？あ、わかんない。ちょっと頭がポカーってしてきてる。くる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 。怖い怖い。止まったかな。だってコート汚れてるのめっちゃショックだし。もうそれここ汚れるよね、長い。止まったかな。びっくりした。もうよくないよ、本当に。うう、揺れた。揺れるとさ、揺れてる感覚がもう。マジで多くないだ、ショールームやってる時に地震っていう時めちゃくちゃあるもん。びっくりした。ねえ、なんか揺れ、脳も揺れる感じする。今日久しぶりにピザ食べた。今日揺れた、またさっき朝。今日2回目って地震。線、58。あゆねちゃんとご飯食べて、あゆねちゃんとぎょってんとご飯食べた。
あ、すごい揺れてる感覚するんだけど、怖い怖い。ピザはマルゲリータで、一人みんなパスタ食べた。今日はボロネーゼにしてみた。静岡入れてないんじゃない？そう、夜公演ゲストじゃないの。すごいゲストの気満々だったけど、ゲストじゃないです。夜はあの子とあの子だよって知ってるんだけど、まあ内緒にしときますね。あ、そうだ、あと今日は茨城放送さんのラジオがね、朝あったんですけど、聞いてくれました？聞いた？よかった。どうでした？ちゃんと喋れてたかな？そう、上手だった。サプライズするんで付き合いませんって。そう、私のなんか理想のデートとかなんかそういうの喋ったりとかしたので、すごい恋愛系かな、よくデートのことをよく話したかな。私もでも何喋ったかも覚えてないんだけど。サプライズが生々しかった。私の世代がそういうことをみんなしてるからかな。ちょっと差し入れの食べます。周りがみんなそういう感じだからね。本当に村田農園さんはぜひ行ってください。なんかいちごの取り寄せもできるって言ってたので、本当に美味しい。2年ぶりの公演見ました。村ちゃん可愛くて驚きました。普段何て言われますか？うん、可愛くて気になって何食べてるかって。何でも食べますよ。うん、あとなんか プレゼントの大きいものとかもあったんだけど、こんな大量にも2袋持って帰ってきて、そう、いや、なんかね、もうタクシー、最寄りからタクシーで帰ってきちゃった。もう大量大量、ありがとう。誕生日とかだったからかな、いっぱいくれたみんな、本当にありがとう。プレゼントいっぱいでした。うん、そう、配送しようかなって思ったんだけど、届いたプレゼントありがとう、本当に持って帰ってきた。だから爆買いの人みたいになっちゃって、
エレレンと紹介配信する？してもいいよ、してもいいけど、ちょっと劇場に置いてきたものとかもある。そう、持ち帰れなくて、だからちょっと厳選して持って帰ってきたとかって感じだけど、そう、でも平日じゃなくてよかった。平日のなんか帰宅ラッシュとか、そうだったから参考にする。分かった。そうだよね、なんかみんなもどういうの送ったらいいか分かんないって人結構多いから、よいしょ、ちょっと待ってね。マジでね、大量なの、本当に大量すぎて、うん、重い、幸せな重さだけど、うマジで腕ちぎれる、本当に腕ちぎれる。さらにこれ2袋やばいだろ、やばいよねこれ2袋持って帰ってきました。あ、重い。そう。ということで、じゃあまず今日あやちゃんにね、タンプレをいただいたんですよ。タンプレをいただいたので、あやちゃんのタンプレから、あやちゃんからはでシャネルをいただきました。なんかね。シャネルのヘアオイルをくれたんです。めちゃくちゃ可愛い。ちょっと見せるね。なんかね、もう入れ物が可愛くて、あやちゃんに LINE しとこう。まあ化粧品だからね。でもなんかヘアオイルに見えないヘアオイルなの。そう、まあ化粧品はね送れないので、これはまあ参考にしなくていいんですけど、見て可愛くない？本当にあれちゃんありがとう。なんかもう飾っとく、ずっと可愛いんです。やっぱあれちゃんはすごいセンスがある。ありがとうあれちゃん、これからもよろしくね。あやねちゃんからはシャネルをいただきました。ではあ、そう、なんかね、やっとこそ持って帰ってくれたもの、もう今日重いけど持って帰ってこようと思ったものがあって、じゃん、メッセージカード、2020年の20歳のやつかな、メッセージカードいただきました。まだ読めてないので、しっかり読ませていただきます。ありがとう、嬉しい。よし、こっからだよ、もう待ってね。マジでこんなにもらったの久しぶりで、ちょっとワクワクしちゃった。じゃあまずはよっから行きます。じゃん、これはカーディガンかな、カーディガン、チコっていう私の好きなブランドのカーディガン、ちょっと大きめだからなんか羽織ったりできるカーディガンです。ありがとう、嬉しい。白のカーディガンも欲しかったから、しかもこういう大きいカーディガンも、もうめちゃくちゃ欲しくて、なんだろう、羽織るくらいにちょうどいいかなっていう感じです。ありがとう。まずカーディガン、ちょっとここに多分山積みになってるかもしれない。サイズどれくらい？大きいと思う、結構。ザン、こんくらいですね、大きい、ほら大きいです。
かわいい、白好きだから嬉しい、ありがとう。XL とかじゃない、フリーだと思うこれ。うん、フリーだ。もともとこういう大きい素材のカーディガンです。はい、続いて、あー、そうです。これ誰だろう。久しぶりにミルクフェドが届きました。ロンティーかな、私ロンティーないって言ったから私がないって言ったものをみんなくれるかな、ありがたいんですけど。ロンティー、あ、かわいいじゃん、見てください。あ、こっちはわかんないんだね。後ろの袖がちょっと見てください、ほらフリルになってる。ロンティーありがとう。もうこの季節からはロンティーがめちゃくちゃ必須で、いや、かわいい。ミプピちゃんありがとう。しかも白もくれた。ミルクフェードとか久しぶりだからさ、新鮮。高校生以来かも。あー、乗ったね、乗った、ごめん乗ったわけど、そうフリルついてる、かわいい、ありがとう、めちゃくちゃ助かる。稽古着とかもレッスン着に使わせていただきます。助かります。本当にロンティーなくてびっくりしてたから。大丈夫、こんな配信楽しいかな。けどやっぱなんだろう、ファンの方になんか何が欲しいって結構聞かれることが多くて、なんか欲しいって言ってないものあげてもなんか逆に申し訳ないなみたいに言われるので、欲しいものあげたいんだよねっていう方が多くて。続いて、ザーン、これは私ナイスクラップってお店好きなんですけど、ユイユイがナイスクラップのモデルさんしてたんですけど、そのユイユイが着てた蝶々のキャミワンピー、めちゃくちゃロングなんですけど、キャミワンピーをいただきました。もうこれは絶対夏映えるなと思って、夏じゃなくても例えばこういう今着てる白いこのインナーにこうやって合わせても全然可愛いっていうワンピース。ちょっと今はあれだけど、こういうインナーとか着ても可愛いよねっていう感じです。可愛い。そう、これも買おうか迷ってて、私でこういうなんかシースルーの生地とかめちゃくちゃ好きだから、そう半袖の上とかも使えるからたくさん着ます。ありがとうございます。そう、お洋服が多かったかな。でも続いて、これはタクシーの領収書、じゃん、これは何だろう、デニムジャケットかな。お、デニムジャケットだ。もしや私が欲しいって言ってたやつ。嬉しい、チコだよ、チコチコのデニムジャケット欲しいって言ってたよね。かわいい、ありがとう。ステッチがかわいい。待って、私これのさ、下買ったよね。あ、待って待って、なんかこれをねってセットアップで着てる人がいたんだけど
ちょっとちょっと色違うけど、あでも、まあ、これとこれで合わせないかでも同じブランドなんだよね。かわいい。でもデニムジャケットは何にでも使えるけど別々でねそう、なんかでもこの、そう、私こっちの色のスカートを買おうと思ったんだけど、こっちの色のスカートを買おうと思ったんだけど、そうやめてこっちの黒にしたのね。まあでも嬉しい。私デニムジャケットなんかめちゃくちゃ古いのしか持ってなかったから、ありがとう。いきます。まあ別でちょっとこれとこれは私はちょっと上級者すぎて多分難しいけど、いきます。別でありがとう。そう、なんかステッチがオレンジで可愛いんだよね。これは最近買ったスカートです。ここもチコっていうブランドなんですけど、よいしょ。でも生地がすごいしっかりしてるわそう、ブラックだったの。私ごめんね、ありがとう。でも私がまたブラック買って2色買いしたらいいことだよね。そういうこと。それかスカート買うからね。これもまたハンガーにかけます、続いてこれも私が買おうか迷ってる、買うんだけどって言ってくれました T シャツです。エピヌっていうブランドが鬼好きなんですね今。なんかフレンチガーリーみたいな可愛いとこが好きなんですけど、このブランドの T シャツをなんと2色いただきました。嬉しいねえ、本当に優しいね。まずはこちらですね。かわいい、もう嬉しい、本当に嬉しい。そうエピの人気なんです。ここにワンポイントに、なんだろう、なんか入ってるやつそう、友達からもねエピの T シャツもらったんですけど、もう私夏はめちゃくちゃ T シャツ着るので、これボーダー、ボーダーを普段着なくてあんまり、でも最近ボーダー流行ってるから嬉しかった。ありがとう、本当に可愛すぎる。もう5年先まで使う、もっと使うもっと使う、マジで可愛い。めちゃくちゃ最近エピヌ女子で、エピヌ女子なんです私。もうエピヌの T シャツ3つになっちゃったよ。エピヌ、エピヌ女じゃん嬉しそうに、ありがとう本当に。もう夏はいっぱい着る。あとは白だから汚さないようにしますね。やっぱ春は、春だとボーダー着たくなるよね。うんうん、続いてはパジャマかな。そうパジャマ、パジャマくださった。パジャマくださった、GU のパジャマ、マイメロちゃん見えるかな、マイメロちゃんのパジャマと、これは、これはピンクの半袖半ズボン。嬉しい。やっぱ GU のパジャマもね、なんか買う買うって言って買わないと結構、買うってなると私結構 GU のパジャマ2色買いとかしちゃうから、いつも。そう
あとはそうジェラピケの見て、まずトートバッグ嬉しい。もうこっから稽古だし、なんかこんだけしっかりしてるし広いと、もう iPad も台本も入れられるっていう、嬉しい。私水色デニム、これ水色かな、あんまり持たないからすごい新鮮、ありがとう。これはもう多分稽古とかに使うね、こっから。でパジャマもいただいたの、ジラピケの。もうかわいい。私さ、いちご柄どうしようって言ってたじゃん。そしたらいちご柄届いた。かわいくない？こんなのさ、女の子さ家にいたらかわいいんですけど、自分で言うなって感じだけど、かわいい。もう夏はこれですね、もう毎日使う。あと下もいちごで半ズボン、あんかわいい、いちごちゃんかわいい、ありがとう。本当にこんなのでさ、女の子、彼女がさ知らないけど待ってたらさ、もう最高だよね。あやねちゃんはクマもらってた、しかもピンク好きだから嬉しい、かわいい。もうこれ着て配信する、ありがとう。本当にかな。お洋服は以上かも。あとはまだちょっと劇場に置いてあったりするんだけど、こんなにたくさんあるの、ちょっと一旦しまうわ。あのさ、冬服とかもマジで送んなきゃいけなくて、実家に全然送れてなくて、ただただ溜まってくの荷物がいっぱい、困っちゃう。早く送んないともうパンパンになっちゃう。そうで、いただいたものもあるから荷物もいっぱいになっちゃって。あと私がずっと気になってるって言ってたこのフランフランのさ、なんかこういうやつ、こういうやつ気になってるって言ってたじゃん。届きました。ありがとう。なんかこれはなんか本当はね、お菓子とかアフタヌーンティー系なんだけど、これをちょっと家具として、なんか指輪とかピアスとかをそのインテリアにしておこうかなって思ってます。そう、もう絶対そこが可愛くなるから。ありがとう。そう、あとはこれはなんだろう、ブランケットかな。なんか私フランフランだって、もう私が欲しかったやつかも。リップルサマーブランケット、夏のブランケットだね。すごい、ここのこのソファーの生地と似てるブランケット、嬉しい、ありがとう。かわいい。なんかベッドのその掛け布団の上にブランケット置いてる人がいて、最近それ見て欲しいって思ってた。ありがとうございます。あとはお夏用の枕カバー、嬉しい。フランフランはやっぱね喜ぶよ、フランフランオタクだから。あとお手紙も、お手紙もいっぱいいっぱいではないかな、ちょいちょい来てます。ありがとう。ね、だからさ、早くさ布団カバーも変えたいんだよね。フランフランめっちゃ持ってる。今の布団カバーもフランフランだし、基本フランフランで生きてるので。あとはこれなんだろう、そう、掛け布団までくれたの？掛け布団カバーじゃなくて掛け布団くれたの？ありがとう。もう私の家物であふれかえる。ありがとう。ありがとう。これが重かったかも。でも
嬉しい。お母さん、親だね。嬉しい、ありがとうございます。かな、以上。とりあえず持って帰ってきたもの、予算に収まる。確かにね、収まってるっぽい。そう、この量持ち帰ってきたの一人で。あやちゃんがね、途中持ってくれてたんだけど、ご飯ありがとうございます。もうこんだけの量持って帰ってきたので、私はもう体力が使い、あとね、これなんだろう、入れるやつだ。ありがとう。私が最近言ってたやつだ。お弁当作るからスープ作るって。しかもすごいいいサイズ。ありがとう。これもう入れていいのかな。普通にちょうどいいサイズ。保温55度以上6時間。55度以上とかむずくない？ありがとうございます。ね、最近の発言だよ私の。よし、箱は頼みします。もうこれで私はお弁当作りが心エアポッツケースもくれた誰か。しかもアイフェイスっていいやつじゃん。はめよう。あ、かっこいいね。なんかいいじゃん。ケースこれしかなかったから。これしかなかった。これ誰かいらない、逆に。いや使わない、これは絶対使わないし、絶対使わないし、誰かにあげたいくらい。誰かいらないかな。いらない、嬉しい。リングいるかな、この。いらない、一応取っとくか。ありがとう、いっぱい、めちゃくちゃいっぱい。サイン入りか。お金かかっちゃう。お金かかっちゃうよってことかな。4月中にも衣替えました。そう、暑くて汗かきながら帰ってきた。あ、マジで重かった。腕なくなるかなと思ってた。
今日公演楽しかった。本当はそれなら良かったの、それなら良かったのよ、楽しかったのよ。キスバイ8の台本、ごめんちょっとうるさいね、ごめん、みんなからのたくさんの愛を愛を受け取った日でした。いっぱいいただきました、本当にありがとう。早く生誕祭したいなって思った。もうでも次劇場行くのは K かな、 K の初日かな、から。家で生誕どうだろうね。でもまだそんなスパンって生誕がいける生誕できる感じではなさそう。私たちも舞台あるし、初日に生誕はないでしょ。でも絶対まだやってない人いるだろうし、あやとりがね、もっとなんかいいコンビって広まってほしいなって思いました。今体力高かった。すごく仲良さそうなのが見てていいね。本当？仲の良さ伝わってきた？また愛媛行きたいな、コンサートがありますよ。
なんかハッツが夫婦ってなんか新鮮じゃない？めっちゃ新鮮なんだけど。コメント見てる、コメント見たら村井さんは6人の鉄の相手をしなくてだったから大変だっただろうね。あやねちゃんとハットエちゃんはゲラになってたらしいし、ハッツたちには逃げられるしで、なんかやばい人みたいじゃない？私確かに、なんか村井さんっていうのがまたね、ゲラゲラってひどい、ひどくないけど、間違ってないけど、ね、千秋楽の席当たりました。うわーすごいじゃん、千秋楽当てちゃったの、やったねん。私やばいね、なんかさ今日足の太さあやねちゃんの倍じゃない？しかもがたいがいごごつーと思って、ごつかった。いや倍あるよ、太もも倍だもん、あやねちゃんの。ダイヤくん、イナジーさん、タワーありがとうございます、嬉しい、ありがタワーです。嬉しい、ありがとう。一緒に投げた？一緒にいるのまだ。ありがとう。うん。いいな、なんかファンの人何人かからさ DM が来ててさ、焼肉食べてるよってなんか幸せそうな写真が届いて、なんかみんな仲良しでいいなって思いつつ、やっぱファンの方同士がね一緒にいてくれるのは私からしてもすごく嬉しいからさ、なんか今という時間を楽しんで生きていってください。ありがとう。なんかみんなからの、6人で見てんの、怖っ、あっつ怖なんかみんなからそういう報告とか来るのもすごく嬉しくて、だってさなかなか公演終わりにみんなでご飯とか集まるとか絶対ないじゃん、知らないけどあるのかな、もうでも仲良しで嬉しいなって、そう本当に私もそこに入りたいくらい、もうそうみんなのこと好きなので、最近ファンになったから知り合いカムなんて読む、大丈夫、すごいみんな優しいからすぐお友達になってくれますよね。なんか私がね、なんかみんなと仲良くしてほしいって感じだから、みんな仲良くしてください。あー言わない、明日からハードです、マジでめちゃくちゃハード、
ゆらちゃん映画の稽古はもうないの？映画ってぶっつけだから稽古とかないんだよね。ゆらちゃんのファンって男女の男女比どんな感じ？男性の方が多いな、なとか言って女の子何割くらいだろう。8対2とか7対3くらい。女の子はでも今日も多かったかな。でも女の子がなんか全員揃うこととかなかなかなくて、そう女の子あんまないかもね。女の子が全員揃うってことあんまない。ああそうね、モハモとかで結構女性人気が多くなってるね。眠い眠い、めっちゃ眠い。あやとり見に行きたい、あやとり見に劇場行きたいなって、今日なんか声声見て思って、嬉しい。本当に月1くらいでやりたいなって思うけどね。でも確かに本当に私あやねちゃんと仲いいなって感じたかも。まあ緊張がなくなればね、もっと自分的に満足いく公演になるかなと思ったりするけど、でも南越公演でなんかこうやってちゃんと髪の毛結ぶの初めてだったから新鮮だったな。明日からパンイベ？嘘！パンイベ？何？パンくれるの？パンもらえるイベント？明日どうしようかな？終わってからできるかな？ちょっと待ってね。ね、結構終わってからするわ。トースターとかあんの？明日は朝早いです。ごめん、なんか声のトーンでかかった。見たい、ショールームって調べたら出てくるかな。
どうやって見るの？お皿、人気パン屋さんのパン2週間分。ガチ？トースターあんの？50万だべ。でもだべとか言っちゃって。トースターは嬉しいけどな。50万ポイントって この人最低トースター、トースター送れないもん。可愛い。でもこの白のトースター、おしゃれなって。バルミューダしかね。でもさ、ホームベーカリーとかめっちゃサヤリンとか嬉しいんちゃう？あるだろうけど。おしゃれなってことはバルミューダってこと？だって1週間しかないでしょ。無理でしょ。分かんない。バルミューダじゃないの？おしゃれってバルミューダしかなくない？バルミューダって何円するんだっけ？バルミューダって2万くらい？じゃあめちゃくちゃ損じゃん。50万ポイント貯めてバルミューダなの？これなんか合ってないよね。切れてる。でも私パン好きなんだよね。焼きそばパンも好きだし、可愛いとか、こういうの見てると可愛い。こういうなんかミニチュアみたいなの欲しいもん。明日からお弁当作ろうか迷うな。明日のスケジュール的に考えて考えるわ。いや、作る材料揃ってないんだよ。だからスーパー行かないといけない。届かないといけないし、疲れたので今日は一回スーパーに行って寝ます。明日の振り起こしして台本読んでって感じかな。でもさ、ポトフめちゃくちゃ具材細かくしないと入れらんないかも。めっちゃ具材細かくしたらいいのかな。なんか一口で飲み終わっちゃう。よし、じゃあランキング読みます。ありがとうみんな。今日は13位新ケツアットマークなとりどんさん、12位ゆきたんアットマークなちゃん大好きなとりどんさん、11位茨城の大マットマークなとりどんさん、10位やっすんさん、9位ろろさん、8位山猫坊主さん、7位ゆうきさん、6位TK トンからアットマークタイのナドリドンさん、5位ケンセイマキシさん、4位 YK アットマーク公演お疲れ、超楽しい、可愛かった、また夢見ちゃったさん、3位ミプピアットマークユーナ大好きさん、2位ザイヤくん僕の人生ユーナに捧げました、いいんですか、1位イナジーアットマーク21歳のユーナを彩りたいさんです。ありがとうございました。
ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。